南海和歌山軌道線。和歌山軌道線は、和歌山県和歌山市内で運行されていた、南海電気鉄道の軌道路線。1909年、明治42年の開業以来、幾度も、経営母体の変遷と、社名変更を繰り返し、和歌山市民の足として、和歌山市駅対南、和歌山市駅から新和歌浦、公園前から和歌山駅間を結び、 継承地若浦への観光路線としての役目も果たしていた。他の多くの都市同様に、モータリゼーションの波には打ち勝てず、1971年、昭和46年3月31日限りで、全線が廃止された。道路線の歴史は、戦時下の経済的影響と交通統制下等によって、幾度にもわたって、その経営母体と運営組織が目まぐるしく、変遷している。 その先駆となった鉄道は、和歌山、黒山の鉄道敷設免許を取得した、奇襲鉄道であるが、この会社は、社内の対立により建設することなく1904年、明治37年に解散してしまう。このため、解散時奇襲鉄道の社長であった、島村安次郎をはじめ和歌山市内の実業家たちと、各地の電気事業会社の役員を務める債家、東吉が、 鉄道計画を引き継ぐ形で、和歌山宝石の赤木智次郎を代表発起にして、和歌山電気軌道株式会社を創立し、軌道不設免許を出願。1904年、明治37年12月14日に、和歌山市駅から海南市、黒江線備中浜に至る軌道の免許が交付された。しかし日露戦争勃発により、鉄道事業の工事着手に可燃延期命令を、 受けてしまう。このため島村らは、伝統電力事業を企画し、和歌山水力電気株式会社を1905年、明治38年6月に設立し、和歌山電灯を買収し電灯供給事業を始めた。さらに11月28日付で、起動不設権を譲り受け、1909年、明治42年1月23日に、市内の県庁前、廃線時は、 市役所前、若浦口館を開通させ営業運転を開始す。引き続き同年の2月には、市駅、県庁前、廃線時は、市役所前、館、11月に、若浦君出ら館が、開業、1911年、明治44年11月3日には、君出寺ことの浦間が、開業、1912年、明治45年の4月18日に、ことの浦。 黒絵も開業させて、当初の免許線をすべて開通させた。1912年、明治45年2月2日には、若浦市線、当時は、出島線の付設免許を得ており、1913年、大正2年10月2日に若浦口から、新若浦間を開業。また、1916年、大正5年10月7日には、 黒江海南駅前までの不設免許へ。1918年、大正7年6月21日に、黒江、東浜、当時は日方口間を部分開業。1929年、昭和4年6月1日には、東浜海南駅前、当時は内海を開業した。この館1922年、大正11年7月1日には、和歌山水力電気は、 京阪電気鉄道株式会社に合併され、同社の和歌山支店の経営となった。1930年、昭和5年5月10日、京阪電気鉄道は、和歌山支店の業績不振と新京阪鉄道との合併に伴う費用の捻出を理由に、同支店の事業を合同電気株式会社、旧社名は三重合同電気株式会社、後の東方電力、あとに、 三重交通の軌動線となる新都線も1939年まで経営していた二乗とした。同年6月16日には公園前から和歌山駅前、当時は東和歌山駅前間が開業し、全路線を開通させる。1940年、昭和15年に東方電力は和歌山地区の軌動線を半和電気鉄道に乗とし、半和電気鉄道は 和歌山電気軌道株式会社を設立して同社の経営とした。阪和電気鉄道は同年12月に南海鉄道に合併され、南海鉄道は1944年、昭和19年6月に関西急行鉄道と合併して近畿日本鉄道となったことで和歌山電気軌道も近畿日本鉄道の参加となった。近畿日本鉄道参加の時代には 和歌山歩道バス及び和歌山交通、タクシーを吸収し、和歌山電気機,機動株式会社は、和歌山市における公共交通の中枢を担っていた。第二次世界大戦における被害は甚大で、潜在車両は2両だったが、線形、路線等は壊滅的な状態で病院前以北は営業休止、資材調達も困難を極め稼働者も7両に過ぎないという状況もあった。 戦後期は順調に推移し1957年昭和32年11月には和歌山鉄道現和歌山電鉄岸川線を九州合併1961年昭和36年11月には南海電気鉄道と合併指導者の和歌山機動線となった南海電気鉄道は経営合理化対策として等を理由として 同社和歌山機動線の全線廃止を決断し、1971年、昭和46年の1月に和歌浦口、海南駅前間、3月の残りの区間の2段階で全路線を廃止、同線は62年の歴史に幕を閉じた。周辺地域、自治体から大きな反対が起きなかった要因としては大部分を並走するバス路線でカバーできることと、国体の開催に向けた。 道路整備の優先を重んじたとが挙げられる。1971年、昭和46年3月31日の前線、廃止に先立ち、321.323324の3両は、同年3月29日から最終日までお別れ、電車として装飾され優秀の日を飾った。運転最終日の21時には、和歌山駅前広場で、南海電気鉄道社長、 川勝伝え、当時や和歌山市市長、宇治田正三、当時等が参加しさよなら記念行事が行われ、乗務員と運行区長への花束贈呈の後、関係者を乗せた322型がさよなら記念電車として、和歌山市消防局音楽隊の奏でる、ホタルの光に見送られ21時30分に出発していった。実際には運行がこの後も続き、 市駅発23時56分、運行は321、国鉄和歌山駅前発23時39分、運行は321、新和歌浦発23時49分、運行は321にいずれも車庫前駅として、終電として運転され、0時15分に市駅から車庫前に最終電車が到着、和歌山機動線は営業運転を終了した。しかし、 車庫はすでにバスへの移行に伴う工事のため電車は入庫できず営業運転終了後もこの三両は留置のために空車改装され最後の三百二十一が零時二十五分に若浦口停留所へ到着ここにすべての運転が終了した南海電気鉄道は第一次廃線後に君いで営業所を新設赤茶とクリーム色に塗り分けられた六十台の 大型ワンマンバスを導入、さらに第二次廃線後に104台の大型ワンマンバスを導入し代替運行に対した。1976年、新設された南海電気鉄道グループの和歌山バスが、南海からこれを受け継ぎ、ほぼ同経路、かつほぼ同じ停留所で和歌山市内線の運行を行っている。また、車庫前停留所は今でもバス停名として、 車庫前のまま使用されている。バス路線は、現在も、掘り止め高松間は、中央通り、国道四十二号経由ではなく、平洋軌道だった旧道を経由する。軌道の敷石は、和歌山城内歩道の石畳として転用され、君井寺ことの浦間の専用軌道は、君井寺緑道、遊歩道として整備されている。いずれも、 接続路線の事業者名は1971年、昭和46年、和歌山機動線廃止時点のもの。路線の建設が、比較的、古く、急曲線の線形に、伏線間隔も小さいため、昭和30年頃代までは、全長11メートル以下の小型の単車が多かったが、1966年、昭和41年までに四輪車は全廃された。 長尺の車両が両端を絞ったデザインになっていたのは、カーブを通過する際の変気を小さくするため、検査切れとなる等の理由から1971年、昭和46年1月の第一次廃線時に、廃線前の大量整理を行い、譲渡された324が以外の車両は、和歌山県水産課に無償譲渡され、 同年3月9日から台車を外され3月13日15日16日にトレーラーから船舶運送で日高郡由良町の由良湾、白浜の瀬戸崎等の8カ所に漁場として沈められた。元は開業当時の 1K1 から21号車から改造した32型を戦後改番したうちの10両、正面切り妻家たちが 特徴的な上段固定下段上昇式の側面窓、ハイチ D9D の単車で、1961年に廃車された。元は開業当時の 1K1 から21号車から改造した32型を戦後改版したうちの重量。1948年に、富士車両で交代化改造されている。側面窓ハイチ D1 から6から 1D の単車。2枚引き戸で、 トブクロに大円窓があったが、扉は後年に前折戸に改造され普通窓になっていた。1960年にパンタグラフ化、1962年に60系の車体と乗せ替えられ、1967年2月に廃車され形式消滅。主に市駅東、和歌山間に使用されていた。103型と104型は1937年に、 小倉電気軌道に売却されている。元は、半海電気鉄道も五0系、南海天下車屋工場で、車体改造され1943年、昭和18年に上とされた車両で、後退化工事を受けず木造のまま使用された。このグループは1963年、昭和38年に、廃車さた。高い床式で車高があったためトンネル内の走行が、できなかった。 1930年の公園前引く東、和歌山間の開通に伴い導入された、同線最初のボギー車で、車長10メートル車。DQD 窓配置で直接制御式。新造当初は、上高扉が引き戸で、この引き戸に歯車装置で連動する折りたたみステップが付いていたが、開閉時に重く故障することが多かったため、1939年、 昭和14年に撤去され折戸式に改造された。元は半海電気鉄道も50系。1949年に広瀬車両で半構成化、伝送され、和歌山電気軌道に譲渡された。高い床式で車高があったためトンネル内の走行ができなかった。第一次廃線の際に形式消滅。三重交通新都線廃線の際に譲り受け。 導入に際して前頭に投下、2枚引き戸、ドアエンジン化と、車内照明の傾向投下を施した。701から704の窓配置は 1D10D11、705から710の窓配置は 1D8D11、ブレーキ装置に関しては、三重交通の機器を流用したため SME となっていた。 三重交通新都線と和歌山軌道線とが同じ経営参加にあった時代の車両なので200系、30系と類似していた。戦後初めて心臓をされた反高性低床ボギー車。窓配置は 1D10D11 で同軌道線で中央車掌大方式、片側に扉非対称型とドアエンジンを初めて導入した車両。窓の開閉は上段ゴムシジ下断上昇式。 線から線3は屋根ほほるの割りなのに対して、後期生産の線四から線六は後半、張り上げ屋根構造だったため外観の印象が異なっていた。ラッシュアワー時の大量輸送を目指して製造された二両、連接車、三百十一号と性能、外観は類似していたが、主電動機の関係上、制御機が同期動線で唯一の関節自動制御を採用し、 空気制動機も700型と同じ SME 方式を採用していた。奇数車は、市駅型で、制動装置関連機器が、偶数車は、海南型で、電気関係の機器が取り付けられており、日中と休日は、運用から外されていることが多かった。第一次配線の際に、形式消滅。潜在で消失した206号の台車と電動機を、流用し、1960年に、 何は後期で、車体心臓した一形式一両の大型ボギー車。ボギーの中心距離をできるだけ長くし、横揺れの低減化を図った。正面窓は、中央が大きい三枚窓でに、扉式中央車掌台方式、床下車段機付け直接制御を、採用、二頭前消灯で、内装は、室内はアルミでこらばりだった。 2013年5月の時点で321軽車両のうち2両が生体保存されている。内部の見学、撮影等に関しては各施設の管理団体に確認のこと。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。